はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムイフトーマ王国編16章やっていきたいと思います。まあ温泉に2人浸かるっていうことが分かったんで、ちょっと毎回温泉は入っていこうかな。もう楽しみといえばこれしかないよ。さあ今日はどなたが来ている？ん？誰だ？また分かんねえな。手前モズメか、また奥誰だ？あ、手前はモズメだよな。極楽やな。エルフィーかこれ。鎧脱ぐと全然変わるな。多分体のパーツとかみんな一緒なんだろうな。L で切り替え。エルフィーこうやって見るとすっげえ普通だな。なんかボケーっとした顔してんなこいつ。足しか使ってねえし、足湯じゃないんだから。ズーム、どこまでズームできんのこれ。なんか怖えなこうやって見ると。なんかちょっと薬で精神がいっちゃった、そんな顔だな。じゃあ上がりますか。お、誰か来た。一緒に入りましょう。全然わかんねえな。あ、フェリシアか。先に入ってらっしゃったんですね。そう、フェリシアといえば仲間になったんですよ。そうか、こいつはあれか、雪の一族だから溶けちゃうのか。てかなんでみんな同じ水着みたいなの着てるんだ。これ高速回転みたいなのないのかな。じゃあ本当に上がるか今度こそ。よし、じゃあまた戦場へ行くか。16章、白き炎、戦いを終わらせるための鍵、炎の紋章。それを完成させるため再び無限渓谷へと戻る一行だが、白夜と暗夜の空が入れ替わる黒煙は刻一刻と近づいていた。俺やっぱ間に合わねえじゃねえか。白き炎、白きってことは次黒きとか出てくんのかな。暗き炎とか。おお、めっちゃ戦争してる。ほらほら、ミス。凝ってるな。守ってみせます。暗夜の奇襲などに屈しはしません。龍馬様が留守の間、この城と日の香様を守るのは私の仕事です。たとえこの命に変えても。助け出しする。雪村、すげえ強い。げ、クリムゾンもいる。龍馬様、よし、いけるか。クリムゾン、任せな。おらおらおら。何にもやらなかったし。よかったです。龍馬様ご無事だったのですね。ああ、長らく城を開けてしまいすまなかった。へえ。あんたそのメガネ生かしてるじゃん。デコレーションしてやろうか。なんだこいつ。紹介が遅れたな。彼女はクリムゾン、暗夜王国の反乱兵だ。シュバリエ公国で意気投合し、今は俺に力を貸してくれている。白鷺城防衛のための兵たちも何人か連れてきてくれた。よろしく。はあ、よろしくお願いします。なところで雪村、ミューズ公国でミカミックスに会った。ミカミックス様に、あ、戦争を終わらせるために力を貸してほしいと言われた。うん、その言葉、私も天神砦で言われました。白夜と暗夜の空が入れ替わるときに無限渓谷で待つと。しかし詳しい事情を話せないとの一点張りでした。ほう、やはりお前にも同じことを言っていたか。ミカミックスは嘘をつくような人間ではない。幼い頃からそうだった。あいつはいつも純粋でまっすぐで、人を引きつける何かを持っていた。まだ幼い妹に王の資質を感じて俺は嫉妬を覚えたこともある。馬鹿げた話だがな、龍馬。その結果俺はミカミックスに取り返しのつかないことをしてしまった。取り返しのつかないこと。ミカミックスは幼い時にアンヤに連れ去られた、俺の目の前で。あの時俺がもう少し強かったらこの手が届いたかもしれない。俺があいつを助けられなかったのは俺の馬鹿げた気持ちが邪魔をしたせいかもしれない。今でもそう思うことがある。そんな、あれは龍馬様のせいではありません。あなたはまだ幼くて、いえそうでなくとも、あれはきっと誰にもどうしようもないことだったのです。ありがとう。けれどいつかこの思いにケリをつけなくてはならない。
だから俺は無限渓谷に行く。ミカミックスを信じ、ミカミックスのために戦う。それしか俺がミカミックスに償う道はないのだ。龍馬様。龍馬、それ以上はあえて聞かないよ。だけど、あんたがミカミックスのために戦うっていうのなら、私はそんなあんたのために戦ってやるさ。すまない。クリムゾン。お、なんか来た。な龍馬兄様。ん？火の花か、お前もよく戦ってくれたな。すまないが、俺は今から無限渓谷へと向かう。お前は雪村と共にこの城を。いや。私も共に行かせてくれ。何？その。先ほどの話、私も聞いていたんだ。ミカミックスが連れ去られたことに、責任を感じていたのは、龍馬兄様だけではない。兄様は知っているのだろう？私がどうして薙刀を持つようになったのか。それは。ミカミックスを取り返すためだったな。あ。その通りだ。私だってあいつがいなくなってからどれだけ後悔したことか。もっと強かったら、もっと戦えたら、私が守ってやれたかもしれないのにと。それなのに私はあの日、あいつが両国を選ばず去った日に、ミカミックスを信じてやれなかった、裏切られたと感じてしまった。追いかけてでもその手を掴んでやることができなかった。火の粉。私が守る。今度こそ私もミカミックスを信じたい。姉として最後まであいつのそばにいたいんだ。たとえどんな道を選ぼうと。俺の兄弟たちは言い出したら聞かない奴が多いことだ。すまない雪村、この城はお前一人に預けることになる。兄様。まったく。あなたたち兄弟はいつも私に苦労ばかりかけるのですから。わかりました。この白鷺城、私にお任せください。ありがとう雪村。ただし条件があります。私に城を任せる以上、城のどこが壊れても文句は言わないでください。玉座は何としてでも死守する所存ですが、自室が跡形もなく吹っ飛んでいても文句を言わないでくださいよ。無論だ。それから何があっても必ず無事にお戻りください。私はずっと帰りをお待ち申し上げておりますよ。龍馬様、日の香様。ああ、礼を言う。雪村、お前のためにも必ず帰ると約束しよう。では皆様、どうかご分を。よし行くぞ、日の香、クリムゾン。暗夜と白夜の空が入れ替わるまであまり猶予がない。雪村は仲間になんねえのか。そうすると結構遠くねえか、ここ。しかも炎の裂け目。何炎の裂け目って。お、すげえ、こんなんだったの無限渓谷って。この草木とか絶対燃えるでしょ普通に。誰も来てないみたいだね。やっぱり龍馬兄さんやマークス王子には信じてもらえなかったのかな。結論を出すのは早いわ。まだ暗夜と白夜の空は逆転していないもの。あれ、逆転するとどうなんの。俺も分かんなくなってきちゃった。なんで無限渓谷に来てたんだっけ。とはいえそんなに時間はないみたいよ。空を見て、昼と夜の境界が曖昧になってきてるわ。白夜と暗夜の空が入れ替わるとき、いよいよ始まるんですね。何か向こうの方から近づいてくるわ。敵か、敵衆っぽい。お、これはハゲではないか。アイア王国のガンズの軍。マークス王子は協力どころか討伐軍を寄与したってことか。そんな、お兄様、これが答えなのですか。いい、ミカミックス、気を強く持って。ここで負けたら全てがおしまいだわ。オラオラ、お前らみんな谷底に落としてやるよ。オラ。なぜか倒してくれている。いや、弓だからそういう攻撃じゃないだろ。無駄無駄。何、あいつ強い。手を出すな。俺の妹には指一本触れさせん。ほら。火の川は一撃で倒せない。そういうところなんかめっちゃ凝ってるな、このゲーム。いっぱい来た。待たせたな、ミカミックス。心配はいらない。ここからは私たちも共に戦おう。楽しめそうだね。敵は私たちがぶった切っといてやるよ。みんな来てくれたんですね。すごいです。日の金様まで。これならもう負ける気がしないね。よかった、私たちの声はちゃんと届いていたのね。おやおや、感動の再会の途中で悪いのですが、私たちがいることも忘れないでくださいね。え、
あなたたちは？はい。私は浅間と申します。皆様が無茶をして怪我をされた時はどうぞ私めに助けをお求めください。私は刹那、特技は弓です。浅間、何でもいいけど私の足踏んでる。それはすみませんね。今更この二人はちょっと役に立たないな。その二人は私の進化だ。見た目は頼りないがやるときはやる。どうか好きに使ってくれ。ミカミックス、私はやっとお前に追いつくことができた。お前と共に戦える日が来たことを嬉しく思うぞ。ありがとうございます。日の金さん、みんな。気を抜くな。皆の者、さあ陣形を整えるぞ。ミカミックスと共に戦い、ガンズの軍を蹴散らすんだ。一気に大将をずらしてきたな、お前。うちの大将は俺だ。マップ配置。とりあえず、あ、こいつらいるんかい。動かせんのかな。超近いな、これ。龍脈がある。炎を吹き出したり消したりする。ああ、なるほどね。炎が吹き出ると多分そこの道が行けなくなるんだな。大将はガンズか。バーサーカーか。上級職だな。じゃあちょっとこっちの軍隊も、ニュックスいらないな。アシュラ入れとこう。オボロとベルカをどうしようかな。エリーゼもな、回復役といえば回復役なんだけど、もうちょっと今からロッドナイトレベル7を鍛える気にはなれないな。俺基本的にメイド好きなんですよね、フェリシア。あれフェリシア、あれを持ってない。回復を。おぼろちょっと外すか。フェリシアいいでよーと。で、持ち物で、傷薬でいいかな、とりあえず。傷薬をいっぱい持ってこう。手裏剣は爆炎手裏剣でいいでしょう。よし、これで、じゃあまた、フェリシアのところまでドーピングタイムをしますか。OK。防刃誰と組ませるかっていうのもちょっと悩みどころだな。でもだいぶ強いから、個人メインで行ってもいいかな。ミカミックス、この一帯にはたくさんの龍脈の力を感じるわ。あの渓谷から溢れ出る炎の壁、龍脈でなんとかできるかもしれない。お前は完全にアドバイザーだな。戦いには参加できないからな。ここはもうちょっと龍馬だな。そうすると魔法使いは、うおー、早急に始末しておかないとやっぱり危険だからな。浅間って攻撃できんの？クリムゾンにしとこう、一応。まあ大丈夫だとは思うけど。かわされたか、やっぱり。勝負あったな。お、結構経験値くれる。刹那。こいつらどう来るんだ？あ、こういうルートね。ここの裂け目のところはいけないか。ちょっと使ってみようかな、龍脈。ここの炎が吹き出んの。そうするとどうなの。意味がわからん、いまいち。こいつでもここまでしか来れないからな。まあ町で行くか、町で。ここの炎が吹き出んのか。あ、吹き出たり消えたりするってことね。ってことはこれ炎消えるってことだ。で、ここの炎が吹き出んのね。ここの炎ちょっとどうしようかな。吹き出しとくか。まあいいや。自分はとりあえずもうガンガン攻めよう。なかなかテクニカルなマップな気がするな。こうだろう。え、ちょっとわかんねえ。このマップちょっと時間かかりそうだな。ここまで来るってことか。これ消したいな、そうすると後で。いいや、とりあえずまずこれをやろう。で、炎が出たと。あ、確かに。え？来れない。じゃあ、こいつをぶっ倒しにかかるか。おーら、おーら、こんな暑いところでよく鎧着てられるよな。脱水症状で死ぬんじゃないか。頑張って。
やる気ねーこいつ。1 ドラゴンマスターも上級職だ。ここには来るのか。なるほど。じゃあとりあえずこいつここにいて、まあ待とう。飛んでるやつらは結構きついからな。よし、こんな感じでいいんじゃないか。あ、上に来たな。いっぱいいるなって言った。進めるだけ進んでいこう。こいつはどうなんだ。まずここで倒そう。ヤトの神原野マイル。おお、青く光ってる。強くなったのか、ヤトの神自体そのものが。それはわからないが、倒せるか。倒せないけど攻撃をしとこう。強くない。こいつ技値が高いだけあってさすがに当たるな。いけ、なくなっ。弓レベルが上がってほしい。弓レベル上がった。ようやく D。 匠とセットにしとくか。こいつはで、こいつもここに置いて、フェリシアここら辺に置くか。どうしようかな。右から攻めるか。弓がいっぱいいるから攻められない。みんなで行こう。みんなでやっぱり安全に。飛んでるやつらは最悪駆けつけられるからな。ほーら。で、あとはドラゴンマスターでいけるっしょ。さすがに攻撃力は高いな。この程度かい。経験値1ずつしか入らないけど。よし、右は龍馬に任せよう。こいつらは多分回ってこれないといけないから龍馬を置いて、防刃をかけようかな。そうすると速さと魔法防御か。まあいいや、一つ回復薬。結構食らうな。しかし速さの上がった俺には強い。マジ強い。来るか。サンダー2。あれ、モズレって魔法防御高かったんだっけ。全然食らわねえな。さすがにこいつはパワーがあるな。サンダー3。効かんよ。てか当たらん、そのまま。大丈夫だ。あれ、倒せない。倒せたと思ったけど。いや、めっちゃ来るね。お、なんだ。炎が変化したわ。吹き出す炎には一定の周期があるよね。なるほど、そういうめんどくさい仕組みなのか。じゃあまず、死なないよな。お、これはゲージを使わず倒せた。やったね。多分ここから猛ラッシュが来るからな。ちょっと待って、炎が吹き出す前にできれば合流したいといえば合流したい。あとここら辺の敵をどう倒すかだな。フェリシア、お前どうだ、いけるか。いけるな。やっぱりね、このペルシアは爆炎手裏剣が似合うよ。よし。で、こいつメイド15になったら、あれ覚えるんで、スキルを一つ。そしたらなんか魔戦士とかなんかそこら辺のやつにして。強え。特に異常だな、マジで。こいつアドベンチャーなんか。なるほど、上級職だな。だから結構強かったんだな。いい塩梅やな。
やっぱ上級職だとそれなりに経験値が入る。リライブをゲット。こいつにも死んでもらうか。サンダーソードで。ほら、これ炎が突然吹き出して戦力が分断されるっていうのだけは避けたいからな。今ここがいける状態だな。アドベンチャー狙ってくるな。ここだな。耐えられるかこれ龍馬。いきなり死ぬっていうのは勘弁だぞ。あ、浅間狙ってきた。まあいいや別に。こいつは死んでもね、なんかあんまり申し訳ないけど惜しくはない。19! 危ねえ。ガードできてよかった。本当によかった。そして奥義。見事だった。いやー、やっぱりね、前衛に出すやつ14食らうか。 16% だけど。絶対当たんないな。おお、いいね。勝負あったな。前衛は防塵必須だな。来るか。ただ龍馬の回避率が半端じゃない。ほら、超イカれてる。桁違いの強さだな。わあ、5と6だ。あんまり食らわないな。うおー、2発食らったら死んでたな。さすがアドベンチャラ。あー、恐れていた事態が起きてしまった。回復しよう。夏祭りで、やばいな、こいつ弓兵か。そうすると射程1から行けば倒せるかな。倒せるな。あれ、倒せなくね。ダメージを食らわないってだけだ。これでフェリシアちゃんで倒せば何の問題はない。いやー、危ねえ危ねえ。 87% か。俺を信じて。まあただあいつも 100% だからな。なんとかなりました。よーし、14レベル。守備8しかないのこいつ。ちょっと待ってよ、めっちゃ弱えな。やっぱ魔法キャラなんだなフェリシアって。こいつどうしよう。ダークマジか。これで、弓兵狙ってくる？大丈夫か？倒せるといえば倒せるな。キラークス、テオノ。テオノの方が命中率が低いな、相手の。容赦などいらない。当たれ、よし。ナイスだ。悪いね。これで、こいつを倒す。私たちが相手だ。ほら、無駄無駄。あと9匹。あれ、食らう。やばい、クリムゾン死ぬぞこれ。ここら辺で壁を作っとかなくては。肉壁を作らなくては。主人公どう、全然進めねえなこれ。ここが、どうしよう。下のやつらちょっとアシュラを連れていかないと。飛んでるやつすらいけないのか。ここがちょっと封鎖されてるときはきついな。やばい、浅間が死んだ。 72% どっちか食わさないと。痛い。文字通り肉壁になったか。さらばだ。死は平等です。引かせてもらいますよ。クリムゾンのために肉壁になったか。倒せんな。よし、心配はいらない。ほら、くらえ。よし、お、そうだ、アドベンチャラーだから結構経験値持ってるんだ。レベル5、なんか覚えるぞ。なんだっけ、牽制の5って。流星だ、やった。そうだ、流星発動すればめっちゃ強いんだよな。ちょっと後ろから行こう。てかもう龍馬でここ制圧できんじゃないか。おお、ダメだ。
ここの流れが変わるのか。ここの流れが変わっても無駄じゃね？ここの流れを変えるためにはどれだ？これか。全然遠いな。とりあえず右下のこのダークマージュをなんとかしよう。まずは魔法防御の高いやつ19、11、26。めっちゃ高え、こいつ。倒せるな。わっしょーい。いいね。相手にならねえな。戦力の整え方も半端じゃないな。フェリシア防御力が弱いっていうのがな、すっげえ難点だからな。一応進軍させるか。こいつらどうしよう。ちょっとあんまり活躍してないな最近。ここは龍馬の強さがひときわ目立つな。こいつバーサーカーだな。攻撃力だけはやっぱ一丁前だな。当たればだけど。ようやく、あれ、ようやくとか思ったけど全然進めねえな。もうダメだこりゃ。龍馬くんに頑張ってもらおう。これだってさ、このままガンズのところに行けばさ終わりじゃない？一応ちょっと射程を見とこう。そうか、回復がいなくなっちゃったんだよな。あー、回復がいないのはきついな。サクラとかどうなんだろうな。ここら辺か。フェリシアを連れて、マジこいつ、あ、いける。やった。ここが引いたのか。今のうちに撤退だ。よし、オッケー。クールな。16% かわしてくれ。よし、ナイスだ。さらばだ。このままガンズのとこ攻め込もう。キラーボー、これもガードしてくれるでしょう。絶対ガードを使っちゃうのかな。クリティカル率が半端ねえな。しかもいい相手だった。何なんだ龍馬とか言って。あー、やばい。30ダメージか。よし、じゃあ刹那で倒しますか。62% って、これは 65% か。ちょっと待て、これは確実性を取ろう。 OK、 勝った勝った、イエーイ。めっちゃ経験値入った。いくぜ。ガンズとか敵じゃねえなこれ。大丈夫、絶対食らわないこれ。 0% なもんだって。流星が出た、しかも。ここの面は龍馬無双だな。レベルも上がっていく。なぜか魔力が上がった。あとなんかアイテム持ってるやつとかいそうだけどな。いないか。あ、いないな。じゃあ倒せるやつをちょっと倒していきますか。よいしょ。サンダーソードじゃなくてヤトの神にしよう。ここら辺って何、普通のアーマーナイトだよね。フェリシアでなんか少し倒したい気もするけど、どうしようかな。こいつここに置いとこう。一応タクミとかも一応持ってくるか。突然な増援とかが出てくる可能性があるからな。これでフェリシアも攻撃に入って、サクラだし。ほら、かわされたか。 94% かわしてきたか。まあ 10% は心配はいらないな。よーし、見事だった。これで縦ゲージも溜まってるから。あー、もったいない。これはマジでもったいない。なんてことをしてくれるんだ。いい相手だった。まあ良い。ここで決める。さらばだガンズよ。
この俺が引導を渡してやる。ははは、俺の前に立ち裸ったではなくて俺の前に立ったからには覚悟しろよ。お前の首を取れば俺はさらなる高みを目指せる。一国の王になることも夢ではないわ。その夢はここでついえるんだ。一撃すっぱだかになったな。ガハー、そんな寄せ集めの軍にこの俺が。それはお前の軍だろ。ガンズが信頼されているとはとても思えないからな。お、無限警告、見覚えがある。ここアクアさん、これでここでの戦いは終わりですね。いいえ、安心するのはまだ早いようよ。え、何？いい、ミカミックス、あれを見て。まだいるか。今度はマクベスか。そうするとマクベスっぽいな。あれはマクベス。そんな、アンヤ王国はマクベスの軍までよこしたというのですか。ガンズは死にましたか。なんと不甲斐ない。まあ捨て駒にしてはよくやった方でしょう。この状態ならすぐに型がつくというもの。さて始めましょうか。あれ、17章始まっちゃったよ。マジか、連戦か。というところで、そうですね、ちょっと連戦になっちゃったんで予想外ですけど、一旦ここで切って、またすぐ再開をしていきたいと思います。じゃあ16章一旦これで終了したいと思います。